皆さんこんにちは。国際交流基金の深澤です。皆さんたくさんの素晴らしいビデオを送っていただいて本当にありがとうございました。審査をしていてとても楽しかったです。どのビデオを見てもその町に行ってみたくなりました。自分の町に観光地がなくても自分が愛着を持った場所があるということを知ってとても感動しました。今回賞を取れなかった作品の中で素晴らしい作品がたくさんあったんですけれども、すべての方に賞をあげられなくてとても残念に思っております。皆さんぜひ次回も応募してくださいね。ありがとうございました。